願わすと記憶の25度目の完封負け、59年ぶりの記録更新、屈辱すぎる現実。さらにその翌週に26度目の完封負け、このままじゃいけないとその気づいていたのに、女ばかり気づいてた。スタメン芯打線頻打すぎる、ゼロは止まらない、何度目の完封か数えてしか見ないだろう、このユダイの人のラウミスミサレ、ついても諦めず返してこう言ってうつつ、見に来たファンを悲しませるさ。そのうちの3回にしゆき、何度目の完封か見殺してしかいないだろう、鬼門京セラで完封負けを6回してゆく、何度目の完封かエラーでも結局無得点、代打出してもサウスポーにやられすぎた。目を閉じてみれば聞こえてくるだろう、六甲おろし大合唱の音、阪神ファンを全員沸かせてくれ、完封負け記録はこの先も続くのか、屈辱はもう十分すぎる、バネにしてこう、たこ焼きはお腹いっぱい、覚醒しよう悟ってるよ、弱んだホームランを放り込めバレてはない、完封負けもうないと信じたいよ。応援するんだ球場を置いて、ロコロシ歌う。